じめまして、私は寝て待てと言います。2012年から海外 ETF で資産運用というブログを運営しています。ブログでは自分の資産運用の状況を報告するっていうことをずっと今までやり続けています。で、初めて資産運用で買ったのが VT という ETF、 世界株の ETF なんですけれども、それを2012年に買って、まあ、ずっと買い続けて、今までなんとかこう売らずにバイアンドホールドできたので、9年間バイアンドホールドをしてきた自分が、まあ、資産運用で大事なことを一つお伝えしたいと思います。それはやっぱり余裕資金で運用するということです。これはいろんな方が言われていて、もう当たり前だろうという話なんですけれども、日々節約をしてですね、いっぱいお金を投資の方に回せば早くお金持ちになれるっていうのはまあその通りなんですけれども、やっぱりその節約が楽しくできればいいんですけれども、何か自分の趣味や娯楽を削ってですね、我慢をして、投資に回すってなると、やっぱり資産運用が続かないんですよね。どこかで息切れしてしまうっていうことがあると思うので、やっぱり資産運用をして資産を構築しているっていう間も自分の大切な人生なので、そこはやっぱり楽しく資産運用できる程度の余裕資金で運用していくのがいいかなと思います。また何か動画できることがあれば公開したいと思うので、よろしくお願いします。ブログの URL は概要欄に貼っておきます。ではまた。